YouTube の広告でビセラというサプリが紹介されていましたが、これに効果はありますか？短期間で痩せることができるらしいのですが。わあ！クモ、インクブの。どうも、渡辺博人です。世の中にはいろんなダイエットサプリがあります。ダイエットサプリっていうのは、いわゆる飲むだけで痩せるとか、ダイエットをサポートすると言われているサプリのことです。最近は YouTube の広告でよく見かけますし、Instagram では Instagramer がよく紹介しています。で、いろんな人が紹介するこのようなダイエットサプリって、本当に効果あるのって疑問に思った人は少なくないんじゃないでしょうか。実際今回こんなコメントいただきまして、YouTube の広告でビセラというサプリが紹介されていましたが、これに効果はありますか？短期間で痩せることができるらしいのですが、結論から言うとそのサプリで痩せることは難しいでしょう。なので僕は特別おすすめしていません。それだけだと分かりづらいと思うので、今回はビセラに含まれる成分とその効果、そして僕がなぜおすすめしてないかも解説していきたいと思います。まずはビセラの基本情報から。ビセラは株式会社ヘルスアップが販売するサプリです。通常価格は5687円税込みで、1袋30粒入りでこれを1ヶ月で消費するらしいですね。で、定価は5687円なんですが、独特コースという割引コースだと初回が500円で、これは1日当たり16円になるので、これだけ見るとちょっと安く感じますね。痩せ菌によって腸内環境を整えることでダイエットをサポートする、そして人気を集めています。よく YouTube での広告、インスタでのインスタグラマーでの拡散などで話題になっています。で、次にビセラに含まれる成分について話していきたいと思います。まずはイヌリンです。イヌリンは腸内細菌が利用できる食物繊維のことです。食品添加物としてもよく使われています。一般的に血糖値の上昇を防ぐダイエットに良いと言われています。ですが、イヌリンを含むプレバイオディスクって満腹感の上昇、食後血糖値、飲水濃度の低下と関連は認められてるんですけど、総エネルギー摂取量、体重などとの関連は認められないとした研究もあるので、ダイエット効果は期待できないんじゃないかと思います。で、次に乳酸菌ですね。乳酸菌は人間の腸内に住み着くことができる細菌、発酵食品に多く含まれるものです。一般的に内臓脂肪を落とす効果があると言われています。ですが、乳酸菌を多分に含むヨーグルトの摂取と体重、ウエスト、体脂肪、ウエストの関連は認められないとした研究もあるので、これをまたダイエット効果は期待しない方が良いんじゃないかと思います。イヌリン、乳酸菌とビセラに含まれる成分を見てきましたが、今紹介した内容を見て質問者さんも分かってると思うんですが、これだけで痩せるのはちょっと難しいかなって感じですね。まあ、少なくとも広告にあるようにみるみる痩せるとか、何十キロも体重が落ちるといった劇的な効果は望めないと思います。あともう一つ注意点があって、それはビセラの料金体系です。冒頭でも紹介したように、公式ホームページを見ると特特コースというのがあって、それは定価5687円のものを500円で購入できる、すごいお得で良心的なものに見えるんですけど、そのホームページの購入ボタンの下の注意書きをよく見ると、4ヶ月の契約がご条件となりますってあるんですよ。これはどういうことかっていうと、確かに初回1ヶ月目の料金は500円で済むんですけど、2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月の料金は払わなきゃいけないということです。ではこのサプリを購入した人が払わなきゃいけないお金は500円ではなくて、総額 12,440 円になります。で、500円という言葉を聞いて、これなら試してみようかな、そういう効果がなくても全然痛くも痒くもないって言って手を出してしまう人が多いと思うんですが、そのように軽い気持ちで購入すると実際に支払わなきゃいけない料金を見てびっくりしてしまうかもしれないので、購入する前に注意しましょう。最後に今回の内容をまとめます。ビセラには大きく2つのダイエットサプリにポピュラーな成分が含まれていますが、研究を見る限りその効果は正直微妙なところです。まあ、飲むだけで痩せるということはまずないでしょう。痩せたい人は食事管理と筋トレを組み合わせた王道のダイエットから始めるようにしてみてください。ダイエットにおいてサプリの優先順位ってみんなが思うほど高くないんですよ。もちろん購入は個人の自由なので、今回の動画を見た後も買いたいと思う人は購入すればいいと思います。ただその際は先ほども紹介したように、4ヶ月契約になって支払う料金も高額になることは注意しておきましょう。このチャンネルでは何回も説明してますが、サプリメントはあくまで補助食品です。基本は食事管理と運動、ダイエットを始めようとする人はまずサプリを買うのではなくて、食事と運動から始めるようにしてみてください。